イスラエル空軍第161飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、無人偵察機エルビットヘルメス450及びエルビットヘルメス900を運用する飛行隊である。以前は、R-1 コブラを運用する部隊であったため、サウザンコブラスコードロンの別名で知られていた。無人機を運用している現在は、ブラックスネークスコードロンの故障を持つが、これは、 コブラ運用時代に黒い蛇を描いた飛行体エンブレムが使用され、また所属するコブラの機体に黒い蛇のイラストが描かれていたことに由来する。イスラエル空軍は1973年の第4次中東戦争の戦訓から攻撃ヘリコプター導入の検討を始め、1975年にはベルシャの R-1G コブラ6機を試験的に導入してテストを開始し、 1978年には R-1 を運用する部隊として第160飛行隊ファーストコブラスコードローンがその活動を開始した。1979年にレバノンでの作戦に投入されその有用性が示されたことでイスラエル空軍は R-1 のさらなる運用数増加を図ったがアメリカ側が R-1 の大量の輸出に難色を示し代わりに 小型軽量の MD500 ディフェンダーを追加導入することが決定され、これを運用する部隊として1980年3月に第190飛行隊ディフェンダースコードローンが編成された。1982年のレバノン侵攻の影響などもあり、これ以降1985年まで R-1 の追加輸入は認められなかったが、1985年に24機の 追加導入がアメリカから認められたことにより、6月1日にス1を運用する2番目の飛行隊として、第161飛行隊が編成された。これ以降、第160飛行隊にノーザンコブラスコードローン、第161飛行隊にはサウザンコブラスコードローンの愛称が付けられたが、実際に活動地域が南北に分かれていたかは不明である。いずれも所属は、 パルマヒム空軍基地であった。また、90年代以降には、第160飛行隊の R-1 には、機種の両側面に白い蛇のイラストが描かれるようになり、また、第161飛行隊の機体には黒い蛇のイラストが描かれるようになった。1990年にはより重装甲の R-64、アパッチ攻撃ヘリコプターのイスラエル空軍への導入が始まり、 第113飛行隊での運用が開始された。1993年には24機のアパッチが追加導入され、MD500 を運用していた第190飛行隊の装備もアパッチに更新された。2000年代以降には、R-64A の改良モデルである R-64D アパッチロングボーの導入契約が結ばれ、こういった状況を受けて、 R-1 飛行隊の縮小が検討されるようになった。2005年に R-64D がイスラエル空軍に導入され、これとほぼ時を同じくして第161飛行隊は解散となった。この際運用していた R-1 や人員は R-1 の運用を続ける第160飛行隊への合流空軍飛行学校での運用。 アグレッサー部隊として再編された第115飛行隊への配備、そして R-64 飛行隊への増員、などにはり振られた。2012年になって、第161飛行隊は、エルビットシステムズ製の無人偵察機ヘルメス450を運用する飛行隊として、パルマヒム空軍基地で再編された。2015年頃からは、新型のヘルメス900の運用も開始された。 ありがとうございます。